はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ、2019年ラストね、大晦日ですよ。今日はラストやっていきましょうということでね、まあ、今日は最終日なので、2019年のせっかくなんでね、2019年の振り返りっていうか、なんかこんなことありましたっていうのじゃなくて、なぞっていくよりもさっくり感想をね話していこうと思います。もうね、手短に行こう。なぜなら今日、今ね、投稿する2時間ぐらい前に撮ってるから間見つけてね。そう、あのね、ちょっとバタバタしておりまして申し訳ないんですが、感想を言うとですね、しんどかったっすしんどかった2019年。あのね、いや、あの総括っていうか、全体まとめた時には楽しかったんですよ。本当にすげえ楽しい1年だったけど、まあ、この活動8年目になってて、一番苦しかったと思う。今年が一番悩んだしねそうっていう年だった。サクッて言うと、で、一応さ、目標確認がさ、まあ、毎年1月1日に目標発表してて、まあ未達が多いね。チャンネル登録者85万人いきませんでした。はい、させん。今76万人ちょっと足がかかってるぐらいかな。ちょっと今スマホあるから見るわ。今が75万9841人、あと150人ぐらいで、76万ですね。まあ、これに関してはもう全然ね、もうダメでしたね。はい、これも自分のこう、なんだろう、いろいろ、まあ、まあいいわ、そこの反省はいいわ。で、次が学校の先生の認知度っていうところなんですが、これはもちろん測れないところではあるんですけど、自分の中では割とこれは達成できた方です。あの、去年の状況に比べればかなり変わったので、まあ、それは自分がね、実際に学校の先生と何かをさせてもらったこともあるし、やっぱメディアにかなり今年は出させて、特に新聞だね、まあ、新聞だったり、あと NHK さんだったりとか出させてもらったのも大きくって、だいぶここは少し変わってきたかなと。もちろんそのさ、認知されたのがいい方の認知だけじゃないよ。はなんだこいつみたいなのもあるけど、でも知ってもらわないとさ、まず そこがまずね、俺のとって大事なとこだったから、まあまあまあ、これはいいんじゃないかなと。で、 LINE スタンプはね、この前12月ギリギリでしたけど、まあ、発売させてもらって達成して、 CM は出れなかっただからまあ4分の2かな、半分でしたね。あと、まあ全員合格っていうのはね、これからまあみんな の受験本番になると思うので、これはもう願ってるっていうか、そうなれるように、その力添えができるようにと思って勉強動画ずっと投稿しているので、まあ、これはね、達成できるかどうかっていうのはこれからだと思うんだけど、ぜひね、みんな頑張っててください。でですよ、ね、何がしんどかったかっていうと、俺ね、性格上ものすごくへこみやすいんです。めちゃくちゃ気にするし、すぐへこむしって分かってんだけど、ただいい性格してて、結構悩んだこと忘れるんだよね、すぐ。そう、いや、うじうじするよ、めっちゃうじうじする、なめくじ並みにうじうじしてるんだけど、でもなんか日がちょっと経つとケロッとしてるタイプ。あれ、何悩んでたんだっけみたいな。だから俺、多分去年とか一昨年も同じようなこと言ってるかもしれない。今年が一番きつかったですってだから、もしかしたらさ、ずっと聞いてる方、そして、あの、記憶にちゃんと残してくださってる方は、おい、ハイチまた言ってんぞみたいな風に思うかもしれない。それ突っ込んでくれ。あの、あえてね、ちょっと去年の聞かずに今話してるから、もしかしたら被ってるかもしんないけど、だから忘れるんだよね。だからこの今しんどかった、2019年は本当しんどかったっていうのも、しんどかった記憶は多分削ぎ落とされて忘れていくから、で、楽しかった、こういうことあったなみたいなのは思い出していくと、あの、覚えていくんだと思う。やっぱ印象的だったもんね。 NHK さんにやっぱ出させてもらったりとか、あの、この前も再放送ね、今月2回してもらいましたけど、あの、10代っていう E テレのね、番組、ヒャダインさんと、で、あの時はネオちゃんとかね、あの、いた時に、あの、ペイさんかがいた時に、スタジオでね、やらせてもらったのとかもやっぱ印象的だし、あとはポップティーンかにね、出させてもらったりとか、まあ、いろんなことがありましたけど、まあ、本当楽しかったなと思います。で、まあ、何がしんどかったかっていうと、もうめちゃくちゃ自分の無能さにね、打ちひしがれた。そう、なんていうのかな、自分って力ねえなっていうのがすごく感じた1年だったんでね。で、結構もがいてて、ああだこうだいろいろやってきてはいるんだけど、まあ、人と比べてしまうっていうのあるじゃん、まあ、みんなも成績さ、誰かと比べちゃうことあると思うんだけど、俺もそのタイプで、めちゃくちゃ比べるんだよね。いや、比べるんだってみんなに言ってんだけど、やっぱ比べちゃうんだって。だから比べちゃうのはしょうがねえから、そっからがもう勝負なわけよ。そう、比べてへこんで、へこんだままで足を止めてたらダメだけど、そうじゃない、俺はそうはならないからさ、まあ、そこまでしっかり持っていけたけど、いや、特にこの12月じゃねえや、後半の10、11、12、この2、3ヶ月ぐらい、しんどかったね。泣けねえんだもん。俺、泣いたら結構ケロッとするんだよね。デトックス、涙はなんかデトックスって言うけどさ、ほんとそう思ってて、
もうね、うわーって泣いちゃえばいいと思う。もう男女なんて関係ない、男だから泣くなとかそんなもの意味わかんないから、男でも泣くから全然泣くからみたいな、ね、思ってるんで、で結構泣くとすっきりするんだけどね、悩みすぎて落ち込みすぎて涙が出てこないっていう、あやべえって思いながら過ごしてたっていう、まあ、月日もあったりとかして、まあいろいろあったし、まあ、今もだから完全に晴れてるわけではないんだけど心の中が、けれどやっぱ自分の中ではさっきも言ったように足を止めてるのは嫌なんで、自分でもなんだろう辛いけど、足はちゃんと前に出す、それが間違った出し方かもしれないけどひとまず出してみる、出してみてそこから、試行錯誤して次に生かしていくみたいな感じでやってた、うん、でもちろんさ、明日ね2020年になりますと、で多分まあ1日か2日ぐらいにはあの目標をね発表する動画多分出すと思います。まあみんな分かってると思う、ここに関してはチャンネル登録者100万人でしょって、その通りだわ、ほぼそれだけ、まだちょっとあるんだけど、まあ、その辺は後で発表します。そうで、まあ、それをでもそれをあの2019年は2020年にそこを達成するためにどうやって持っていくか、2020年に自分が勢いよく走っていけるように、なんだろう、まあなんトレーニングというかもがき苦しむ時期だなって分かってたから、2019年だからそうなったなとは思う、うん、で、まあ、そのもがき苦しんだのが良かったのか、ね、苦しんで良かったのかどうかはこれからじゃ、2020年俺次第だから、だからそう思って、でこれみんなも当てはまると思うんだよ、受験勉強辛いっしょ、まだ受験勉強真っ只中じゃん、センター試験の方も高校受験の方もそうでしょ、今までやってきたことが新しいのかなみたいな、分かんないじゃんそんなの、2019年自分が頑張ってきたことが本当に頑張ってたかどうかは分からない、きっとみんなの心が晴れるのは結果が出た時だから、受験なんてきっとそうだよ、うん、まあ、結果ありきになっちゃうからさ、でもそこを無駄だったとか頑張れてなかったって決めつけちゃうのはダメだと思うんだよね、それは違うじゃん、だってその決めつけてしまったら頑張ってた面もあるはずなのに全部ダメな記憶になっちゃう、2019年の1年間は自分はダメでしたになっちゃうでしょ、ダメな日もあったよ、でも全部ダメじゃねえっていう、そういう風に思ってほしい、ぜひね、今日最終日だから明日スタートだよ、新しいスタートで生まれ変わっていこう、もし2019年がダメな面が強かったと思うんだったら生まれ変わろうぜ、2020年からだよ神々かわいっていうね、まあ、そういう風に思ってる、うん、すごくいっぱい喋りたくて、実は喋りたいんだよ、今思いがめちゃくちゃ溢れてて、もうみんなのこと応援したくてしょうがないみたいな、気持ち悪いでしょ、気持ち悪いの分かってる、分かってるけど応援させて、そう思ってて、でもそれは明日にとっとく、2020年になった時に爆発させる、その思いはこれから多分2020年はめっちゃ気持ち悪くなる、俺みんなにとって、なんていうのかな、応援したいおっちゃんになるから、それをかなりセーブしたの今年は、2019年、なんかねいろいろ考えちゃって、自分がそういうことを言うことによってなんかみんなにも迷惑になるかなとかね、いろいろ考えちゃったんだけど、もういいやっていうそう思ってる、まあ、その辺は2020年に話すわ明日ね、はい、という感じでございます。ということでね、まあ、2019年目標は4分の2で、まあ一言で言うとしんどかったっていうね年ではあったんですけど、でも2020年飛躍するためにというか、でもね飛躍じゃないんだな、ちょっとな、ちょっと違うんだけど、2020年自分らしく、そう自分らしさっていうのがすごくテーマになっていて、それを実現するために、そしてそれがみんなにとって自分の存在が何かしらのプラスになるように、やっていくための2019年だったと思っているので、はい、そう思いながら2020年に突入していこうかと思います。はい、みんなというか夜更かししすぎんだよ特に受験生、そう、いいよ、ジャニーズのカウントダウンライブ見てもいいよ、日付超えちゃうけどいい、でも1時までには寝よう、リズム1回崩したの直すのって1日のリズム崩したら3日から7日かかるからね、直すのに結構ダメージ食らうよ、だから受験生ね、まあ、できれば本当は録画がいいんだけど、まあ、タイムリーに見たいとっていう方は見ていい、でもその後にツイッター見て、うわそうだよね、あのシーン良かったよねみたいな盛り上がりはやめとこう、今日は我慢せね、受験は人生に一度というか、高校受験大学受験は基本的に人生一度だよ、ここの勝負のために我慢は必要だと思いますので、まあまあまあ、なんかごちゃごちゃ言っちゃったけど、いい大晦日にしてください、そしていい新年を迎えましょう、また明日会いましょう、明日かな1日か2日にまた動画撮りますので、そこで会いましょう、はい、ということでございました、ありがとうございます駆け抜けましたけど、ここまでねご視聴いただきありがとうございました。それじゃあさっきも言いましたけど、またね明日か明後日動画撮りますので、そちらの時に目標と厚かましいんですけど一つ、ある思いがあってお願いをさせていただきます。でこれはいろいろ思われるかもしれないんですが、すごくこれからの自分にとってというかこの業界にとって大事なことだと思うので、ぜひそちらも見てください。で
賛同していただけると嬉しいんですが、いろいろ意見いただけたらと思います。お待ちしておりますのでよろしくお願いします。それじゃあ今回はね、ダラダラジオ2019年ラストしゃべらせていただきました。今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。では2020年もダラダラジオ続けていきますので、また次回お楽しみに。お待ちしております。はい、ということで今回のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。